ドライトートガス国立公園の一ドライトートガス国立公園はフロリダキーズのジェファーソントリデ地区とドライトートガス地区を保護している米国の国立公園である公園の面積は262キロ平方メートル大半は水域でメキシコ湾キーウェストの西方約109キロメートルにある豊かな海洋生物色とりどりの珊瑚礁。 何海の底に眠る財宝の伝説で有名である。公園の最大の呼び物はジェファーソントリデで巨大なしかしミ感性の海岸の要塞である。西半球最大の石像建築物で1600万個長のレンガでできている。ジェファーソントリデ1824年12月下旬と1825年1月上旬、スペインが米国に500万ドルで、 フロリダを売却したおよそ5年後に、米国海軍のデイビッド・ポーター・提督がドライ・トートガス諸島を視察した。提督はカリブ海の海賊を鎮圧するのに役立つ海軍基地の場所を探していた。彼は自分の見たものに感銘を受けず、海軍長官にドライ・トートガスはいかなる海軍の施設にも向いていないと知らせた。ドライ・トートガスはわずかに海面に顔を出す。 小さな砂の島で構成されており、清水がない上、鳥を築くための土地もほとんどなく、いずれにせよおそらく鳥を支えられるほど頑丈ではないと報告した。ポーター提督は、ドライトートガスは海軍基地には向かないと考えたが、米国政府の他のものは、サンゴ礁や小島周辺の船を導く、東大建設には適した島であると考えた。 プッシュキーと呼ばれた小島大後にガーデンキーと呼ばれるマイナスが灯台の場所として選ばれた。灯台はガーデンキー灯台として知られるようになった。建設は1825年に始まり、1826年に終わった。65フィートの灯台は白漆喰塗りの外観を有するレンガ造りの建物である。灯台主のための小さな白い家が灯台の傍らに建てられた。 1829年5月、ジョン・ロジャース提督が、闘病地としての適性を評価するため、ドライ・トートガスに立ち寄った。ポーター提督の体験に反し、ロジャースは自分が見出したものに喜んだ。彼は、ドライ・トートガスが11の小さな島、周囲の珊瑚礁タイで構成されており、タイの上で海が分かれていると報告した。外交と内交があり、外交は、 常時安全な闘病地として利用可能で多数の船舶が闘病できるほど広かった。さらに重要なことに内港は戦列間に十分な推進を有すると同時にせいぜい110メートルしかない狭い入り口を兼ね備えていた。ロジャースは1万1敵対勢力がドライトートガスを占領すればメキシコ湾での米国の船舶輸送は恐ろしく危険なものとなり、 絶対的な正解権を握られてしまう。しかし、占領して、米国が要塞化すれば、ドライトートガスは、メキシコ湾岸の防御のための、全哨基地となるであろうと述べた。一連の技術研究と、官僚的な遅れのため17年間もかかったが、1846年、ジェファーソン取の建設が、ようやく、ガーデンキーで始められた。既存のガーデンキー灯台と、 灯台種の小屋を砦出の溶壁内に取り込めるように新しい砦は作られた。灯台は1876年に砦出の隣の壁の上に現在の金属製の灯台が設置されるまでドライトートゥガス諸島水域を航行する船を案内する重要な機能を果たし続けた。元のレンガの灯台は1877年に取り壊された。出の構造は 三層六面の420の銃砲を持つ砦で、九で99メートルの二面と145メートルの四面を有する。壁面の角には保りが設けられている。保りは取り付けられた壁面に沿った防御射撃を可能にするよう設計された大きな突起である。銃砲は壁の中の一連の屋根の内方角、または砲室に取り付けられ。 重岸と呼ばれる大きな開口部を通して海へ向けられていた。ジェファーソン砦り出は南高不落の巨大な砲床であり、強力な砲の射程範囲内に来る無謀な敵船を破壊することができるように設計された。砦を維持するために必要な兵と士官のための宿舎、火薬庫、倉庫、その他の建物は、砦の巨大なレンガ壁の内側の連兵場にあった。軍は、 砦の建設支援のため、民間の機械製作工、大工、鍛冶屋、石膏、一般労働者、収容している囚人、奴隷を雇用した。1863年、南北戦争の期間中は、ジェファーソン砦の軍の囚人の数が非常に増加した、ため、奴隷をもはや必要としないほどであった。当時は、22名の黒人奴隷が、建設プロジェクトのために雇われていた。 ジェファーソン砦のピーク時の軍人数は1729名であった。加えて多くの士官が家族を限られた数のか士官と兵が妻を選択譜として連れてきた。東大守とその家族、料理人、民間の医師とその家族、その他の人もいた。ピーク時にはジェファーソン砦に全体で2000人近くの人が暮らしていた。砦は南北戦争の真中。 北軍の支柱に留まった。1865年、南北戦争の終結とともに、砦の人口は486名の兵士、または民間人と527人の囚人からなる1013人に減った。ジェファーソン砦の大部分の囚人は兵士で、その一般的な罪は脱走だった。民間人の囚人の犯した最も一般的な罪は強盗だった。 しかし、1865年7月、4人の特殊な民間の囚人が到着した。サミュエル・マッド博士、エドマンス・スパングラー、サミュエル・アーノルド、マイケル・オローレンで、彼らは、エイブラハム・リンカーン大統領の暗殺の共犯として、有罪判決を受けていた。ジェファーソン・トリでは、マッド博士とその仲間たちが到着した時も、まだ建設中であり、収容されていた。 期間中ずっと、そしてその後数年間建設が続いたが、完全に出来上がることはなかった。1867年、マットは、大熱の蔓延時に、取り出で行った医療行為が高く評価され、結局、アンドリュー・ジョンソン大統領によって、恩赦、釈放された。1888年には、ジェファーソン取り出の軍事的有用性は現時、頻繁なハリケーンの発生と、 腐食、消耗させる熱帯の気候の影響により生じる、砦の維持コストはもはや正当化できなくなった。1888年、軍は砦を、米国公衆衛生局に検益所として、運営するよう引き渡した。1935年1月4日、フランクリン・ルーズベルト大統領は、船でこの地を訪れ、ジェファーソン砦国定史跡に指定した。 1970年11月10日、歴史遺産登録制度に登録された。1992年10月26日、ジェファーソントリデを含め、ドライトートガスは国立公園となった。ドライトートガス島には未だいかなる清水もなく、季節河川すら見られない。それゆえ、ドライという名がある。こうした状況で生き残ることは困難なため、島の一つは、 空軍兵訓練用の軍のサバイバル映画の撮影場所として使用された。公園はキーウェストの西、ボートでおよそ70マイルすなわち110キロメートルのところにあり、毎年ほぼ8万人の人が訪れる。水上飛行機、またはボートで飲み行くことができる。シュノーケリング、ピクニック、スキューバダイビング、海釣り、野鳥観察が楽しめる。最も人気のある。 野鳥観察の行事は、2月から9月までの間の、ブッシュキーでのセグロアジサシのスゴモリキで、推定10万羽のアジサシが集う。スゴモリキには、ブッシュキーへの観光客の立ち入りは禁止されるが、双眼鏡や望遠レンズを持っていればジェファーソン、鳥出からその光景を見物できる。園内で見られるその他の鳥類としては、黒アジサシ、褐色ペリカン、アメリカ軍艦鳥、青ツラカツオ鳥、 ベニーアジサシ、カツオドリ、ミミヒメウが挙げられる。http://floridakeys.net/news.cfm? ニュー s ド d o イコール一二零九 f l o r i d a k E y s n e t ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.FLORIDAKYSFISHING.COM E スラッシュフォートパーセント二十ジェファーソン HTM ドライト,ートガス国立公演時間を 遡るユニークな滞在 http://www.nationalgeographic.com スラッシュアドベンチャースラッシュ0111スラッシュストーリー .html ストーリー4旅行フロリダのドライトトゥガス国立公園ありがとうございます